今日も三和交通さんにご協力いただいて、運転手さんの大島さんも非常になんか楽しんでるような一緒に写真撮ってる、はい、ニコニコしながら写真撮ったんで僕もちょっと和やかな雰囲気、新しい発見があったみたいな顔、はい、もう間もなくですね、10分、はい、あ、え、これですか。あ、着きました。あれですよね、クラクションを鳴らすと、え、鳴らすんですか、足の下の、はい、私たちが目覚めるというとこなんで、せっかくだから鳴らしましょうかね。鳴らします。鳴らさなくていいです。すごい人なんですよ。全然。あじゃないんですよね、これね。じゃあ、降りましょうか。行きましょうか。3つ目のスポット、橋です。スポット、橋。まあ、ここはもうその橋渡ってる間に何かに呼ばれると、だから絶対に振り向いちゃいけない場所らしいです。ダメですよ、マジダメですよ。その辺らしいです。あ、この辺におじいさんがいらっしゃる。マスコットキャラの部長さん曰く、脇に顔のでっかい男性がずっとニコニコしながら見てるとおっさんなんで、じゃあ写真を撮りましょう。はい、すみません、今回よろしくお願いします。はあ、はい、笑ってよくないですよ、そういうこと言うと。笑顔ください。おじさんはいないね。大島さん、ここからですよね。ここからです。でもさっきクラクション鳴らしといた、話しといたんで。鳴らしといたんで、本当に余計なことしてくれましたね、本当に。あ、しといたんで、もうちょうど。本当に。余計なことしてくれますよね。引っ張ってくれるんじゃないかな。引っ張ってくれる。これ下は覗き込んでいいんですか？覗き込んで大丈夫ですね。引っ張られるとかないですよね。おじさんもう、どこ行くしようもいけないですか？あ、そういうこと？呼ばれたらでしょ？じゃあ振り向かない方がいいです。あ、振り向かない方がいいんですね。じゃあ、長谷川さん、もうここから僕は前しか見ませんから言います。え、帰ってくるときはじゃああれなんですね。帰ってくるときは向こうを向いてこっち向きだ。でもそこの時も振り向いちゃいけないですよね。今のパンっていうのは何ですか？長谷川さんです。あいつそういうことやるよ。え、でもここ結構高いとこにやっぱあるんですね。そうですね、これ今真っ暗なんであれなんですけど、下湖だ。撮ってるよ。熊鶴くん、あ、ちょっと良くないっすよ。熊鶴くん、ないっすよ。これ本当に俺向いちゃってどうするの？一回振り向いてみます。良くないっすよ。一回やってみる？良くないっすよ。だるまさんが転んだって。パッパッとすごいスピードで振り向いて戻れば気づかないかも。うん、気づかれないかも。あそこに今手形があるって言われてる電話ボックスですね。そうですね。時々電話が鳴ったり鳴らなかったりっていう。うわ、鳴ったりってどういうことなんですか？それ怖すぎますね。この電話を取ると、まあ、向こうの世界とお話ができるとかできないとか。はぁ、あ、8月終了です。あ、ってことはもう見ても大丈夫。大丈夫です。もう一つか何かがあるんですか？あ、これが例の電話ボックスですよ。あるないです。虫がいっぱい。そうですね、虫かごみたいになってますね。ベーコン君に電話かける。電話出るかな。イナメンか。電話番号わかんないです。 LINE なんて。かけました。通知来ました。あ、通知る。もしもし。もしもし。あれ切れた。切れました。多分10円で携帯だからです、多分。え、そんな早いの10円。まあ普通に公衆電話です。はい、公衆電話でした。公衆電話。はい、まあね。何ですか。この山からですね。あの小屋みたいなとこだよね。何でしょうか。なんか飼ってるのかな、そこ。ああ。じゃあここで写真撮る。あ、そうっすね、一応じゃ電話ボックス。
また振り向いてはいけない走り向かいたいと思います。振り向いてはいけない距離と振り向きたくなるのが人間だから。おふいじゃないですよ。大島さんのご提案で自撮りをしてみようと。はい、振り向かないけど自撮りを、ね、やり手ですよ。だけどじゃあ橋なんで失礼します。アイディアマンだな。オッケーです。クリア。振り向かない、振り向いていけないっていう貧欲に打ち勝った。まあ、というわけで、3カ所目、橋の心霊スポット攻略終了ということで。まあ、でもそうですね、ここはまあ、まあ、まだ優しい方だったって感じで。そうだね。はい、うん、振り向いちゃいけないっていう、その欲に耐えるっていう。そうだね。振り向いちゃいけないっていう、その欲に耐えるっていう。その怖さありましたね、ちょっかい出してくるし。いや、これじゃないよ、あれ。え、マジですか。うん、え、もう完全に引っ張られましたよ、僕。もう一個のカメラで見てみて、俺じゃない、これ。はいはい、どうもどうも。はい、どうね、はい、どうね。ちょっと良くないでしょ、それ。肩も腰もボディタッチが激しいんですよ、全部。これやっぱ女の例だよね、馬面くんつって。モテちゃった。今日も見てくださってありがとうございます。終わらせとすな。間違えた。